日本統治時代に三菱重工業に強制動員され賃金を受け取ることができなかった元町陽光63人が訴訟を提起した一人のみ損害賠償を受けることになった。ソウル中央地裁はこう。キムボウシラ63人が三菱重工業を相手に起こした。 賃金請求訴訟で三菱重工業は金務防止に千万ウォン、約九十四万円を支払うよう命じた。裁判所は国際裁判の管轄権が韓国の裁判所にあることを最高裁判所の判決で明示的に確認された準拠法も 韓国の民法を適用しなければならないとし、韓日請求権協定で権利が消滅したという主張も受け入れないと説明。地裁は旧医者料額は関連判決など様々な状況9000万ウォンと認める、義務氏が1000万分のみを請求しているため、1000万ウォンの賠償を命じた。 安保氏ら8人は訴訟代理人が適法な代理権を受けたという点を立証できず、請求が却下された。残り54人については、三菱重工業が原告らを自身の事業上で強制労役させたということ、原告らを強制徴用するのに共謀したという点を認めるには、 不十分だとして、請求を帰却。